ガンってやんないと。もっと引いて。そっちを前足に行く。ほんで自分で測って、まあ、緑のところまで。写経という本当にその能楽の、歴史のある敷居のあるものと歌舞伎のその後写経を真似して、作られた蓮獅子というものを同時にわずか休憩 2,30 分の間で堪能していただけるということは今この時代に生きていらっしゃる皆様だけが持っている特権でございます。